こんにちは、ネモです。パワプロ2016栄冠9やっていきます。今回は、夏大会ですね。甲子園初戦から行きたいと思います。いや、もう本当に危なげなく、強豪になりました、と。で、どこから行こうかな。練習試合使っちゃいたい感もありますけどね。青マス行きますか。よしよし。岐阜の街道。お、素敵な出会いだな。守備連携とかいらないからな。いらないやつをバンバン削っていきましょう。したたかになった。練習試合入れられるのかな。お、ラッキー。ラッキーだったのか。ダメだね。いらないやつをバンバン切り捨てていきましょう。ここでなんとかパワーアップして、甲子園迎えたいですね。すげえな、勉強。やんちゃになった。スクワットはいらないので削っていっていきましょう。さ、合宿ですね。お、キャッチャー1。キャッチャー2。村岡ってレギュラーだったけど。ちょっと待ってください。須田くん。いや、そんなに見込みなし。じゃあ、キャッチャー2行きますか。頼む。つけ。ダメかー。まあ、微妙な感じだな、また。ピッチャー、全然なんだよな、確か。守備職人にしますか。西島が守備職人になった。レギュラーかわかんないけど。また西島くんだな。腕立ていきますか。あんまり実りないぞ。ムード欲しい。よーし。お、結構つきましたね。また須田くんのチャンス来てる。頼むよ、須田くん。ダメだー。キャッチャー20まで欲しかったな。お休みできないと辛いな。そうですね。どうしようかな。休息でいいか。大会なんでね。こいつは、肩ビートだった。守備。そこそこっぽいな。肩上げますか。守備上げよう、やっぱ。補給いい感じ。
強いなこいつ。肩上げますか。うん、このセカンドマジでやりますね。守備やつ。サードも強いぞ、そこそこ。うん、まず守備だな。お、この2年生ショートいい感じだな。うん、ミートでも登って。強い、AA になってる。うん、守備力上がったな。こいつ確か守備職人ついてましたね。守備上げよう。うん、まあ守備重視で。まあ、稲尾くん上げときましょう。おそらく必要ないですけどね。B か。どうでしょうね。フォームチェックより3いって、体力回復だね。結構もう体力削られてるんでね。合宿で。うん。さあ、頑張っていきましょう。遠投行くか。エースにするのは危ない。うん、ピッチャーは、稲尾以外ありえないんだよな。うん、村井くん入れるかな。うん、これでいきましょうか。チャンスメーカーをまあ信用しましょう。さあ、まず1回戦。まだ強振で。ダメだ。当たる気配ない。まあ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 。初回なんだよ。やばい。やばい、どっか。いや、勝ってる。うん、なんかいけそうな雰囲気ありますけどね。ダメだ。気のせいだ。うん、無理か。まあ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 。二点先制ですね、まずは。うん、これ流して、まず。流せないな。バントでもしますか。確実に、サードに送って。お、犠牲フライいい感じじゃないか。強振するか。うん、完璧。抜けましたね。ゲイ。うん、相手もう B でもそこそこ勝てそうですね。流していこう。ダメだ。さすがに当たんねえ。うん。オッケーオッケー。最低限。揺さぶる。うん。ダメかもね。向かねえか。まあ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 。
お、まずい。その2点加点はまずい。うん、ちょっと強振は当たる気配ないっすね。これはいけないか？よしよし。いやー、ノーアウト1、3塁か。こう気合い入れるべきだね。うん、頼むぞ。三振欲しい。そっちかー。まあ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 。のんきだね。これいけるかな。つないでくれ。うわー、厳しい。どうでしょうね。ちょっと怪しい感じになってきましたね。うん、つってもないんだよな。ゲーサーロー。ナイス。選択できそうなのがないな。変化球中心で、ストレート150キロって。ゲイ。うまく守りきりましたね。チャンス来い。調子にいいだろ。うん、当たらん。厳しいな。お、ノーアウト1塁。おう、うわあ、最悪のゲッツーコースだ。お、やらかした。ラッキー。うん、月がありますね。これはチャンスは次だろう。3年の意地。フォアボールかな？抜けないかー。まあ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 。これ絶対行ってほしいな。まあいいな。盗塁行って死んだらきついな。まず。よしよしよし。これは行ったら犠牲フライ。オッケー、やらかした。あれ、魔物使ってないけど、やらかしますね。よし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 。よくやった。ここは付け入ってけ。うん、これエンドランいいんじゃないかいって。ゲイ。いけ。ホームいけ。いやー、今いけたっしょ、ホーム。見直しはこのままでいいね。うん、おそらく大丈夫でしょう。なんとかしてくれるだろう。ゲッツーやめて。ゲッツーやめて。うわぁ。まあ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 。しゃあない。もう使っていきましょうか。OK、パーフィー。うん、ちょっと厳しそうっすね。まあ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 。
さあ、頼むぞ。もう引けない。これ裏なんだよね、攻撃が。よし。で、この辺出していっちゃうかな。サクッと守備でいらないやつら出し切っちゃいましょう。万一まあ行かれてもゴンドを残しとけば、さあまあ延長も大丈夫でしょう。あとはピッチャー交代するかどうかだな。交代はしないとはいけないなとは思うんですけどね。ちょっと怖いっすね、まだ。あと一人になったら見せるか。さすがに怪しいっすね、まだ。セカンド、よーし。今大丈夫だろ。マジで危な。よし、来たろ。サード。危ねえ、勝てましたね。なんとか一回戦は、危なげなく。まあ、ちょっとヒヤッとはしましたけど、勝てました、あと。よしよし。ちょっとずつ安定してきましたね。しかも、固め打ちついた。うーわ、チャンスいい。まあ、ピッチャーだし、3年だし。しゃあないというところで。お、ラッキー、導入する。機材だな。とにもかくにも機材ですね。楽しみ点と。一個やる気があるやつ、上がるやつか、買いましょうか。なんだっけね。お褒めの言葉か。これ一個買っときましょう。よし。で、すぐに使うな、赤だし。で、お褒めの言葉を、当然、見直しに使ってノリノリにしときます。で、次が、前評判 A か。ちょっと厳しい戦いになりそうですね。どうだろうな。万全は期したけど、行きましょう。どうなるか分かんないですね。A はさすがに厳しいんじゃないかな。しょーい。
よし、チャンスにしたい。こいつもそこそこ強いからな。え、行ったんじゃないか。うわー、ファールか。今のちょっと行っといてほしかったっすね。オッケー、落ちた。この後続が弱いからな。お、マジで2点取ってる。ガツガツ行きましょう。うん、惜しいんだけどな。こいつはやっぱ打つんでね、信頼度も高いし、能力も自体も高いんでね。うん、これは、痛烈すぎたな。まあ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 。よし、チャンス。なんとかしたいぞ。お!なんとかしたいときに。二人と同じ顔してんの。強振?三振が怖いからやっぱやめるか。やれ。よし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 。いやーやっぱ、腐っても、お!危ねえ、間に合った。腐っても A ランだなって思いましたけど。ここも勝負かけていきます。うん、これは行くでしょ。当然。手法ですからね。うん、6点は大きいな。鳴り止まないですね。やらかした。セカンドじゃ無理だな。こいつらでも A ランクもあるかっていう感じですね。あ、あるんですね。盗塁が A だけど、なぜか。エンドランしてもいいかもしれないですね。抜けろ、無理か。うん、結構チャンス作りますね、本当に。村野氏。いや、こいつは強振でいい。いけいけ、二見。地方での失態を取り戻せなさそうだな。エンドライン行きますか。もうやらかした。儲け儲け。さあ、今日元気のない。こいつミートじゃないと当たんないかもな。うん、さすがに気配ないっすね。よし、ナイス。ナイバッチ。やっぱ肩いいな。うん、犠牲フライでいいんじゃないですかね。リスク取って、スクイズする必要はないっすね。うん、十分。よし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 。全然戦えてますね、A ランクと。フォアボールかな?お、珍しい。さあ、チャンスいいになった。見直し。マジ、惜しいな。うん、さすがに絶好調なんで、当たりはいいですね。
あ、三振か。まあ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 。うん、お褒めの言葉を使っといて本当正解でしたね。これ全然違う展開になってたかもしれないですね。6割3分って恐ろしいな。よし。これは抑えられる気配しかないな。うん、なんで試合はやっぱ、お褒めの言葉ピッチャー。これがかなり大事だとは思いますよ。大丈夫かな、これ。大量失点は嫌だぞ。OK。うん、さすがに勝てそうな感じはありますけど。A ランなんで。気は抜かずに行きたいですね。うん、繋いで。まあ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 。さすがに大丈夫だろう。うん、熱血使いますか。お、惜しいな。やっぱりミートが、きついな。当たんないな。さあ、行きましょうか。さすがに交代してっていいだろう。やばい、外野手先に交代してしまった。まあ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 。7点あるんで。からの負けるとかありますからね、普通に。今度、ゼフ長だな。ただ一人は投げたいな。ツーアウトまでは、稲尾先輩にお願いしますか。もう、ファースト交代、まあいいか。うん、やはり守備、バンバン上げて、最後に、近藤さんに、やる気を上げましょう。うわぁ、やるな。やはり気が抜けん。ゲッツーじゃなくていいな。定位置でいい。ん？これは怪しい怪しい。打たせて取れとは言ったけどさ。さあ、まずいよ。まずアウト取ろう。まだ余裕あるから。よし、ショート。ゲイ。もう一個取ろう。緩急重視が5なら多分大丈夫でしょう。うん、いい配球。さ。まあ、多分大丈夫だとは思いますけど。お願いします。うん。うわぁ、フェアか。まあ、ランナー溜まる前に変えますか、やっぱ。
やっぱお前しかいない。よし。なんとかエラン勝てましたね。うん、満塁ホームランが大きかったっすね、主砲の。オッケー。うん。変化球中心になった。そこそこ、上がりましたね、能力も、みんなの。で、次も A ランクというところで今回は終わりたいと思います。今回の動画は以上となります。もしよろしければ皆さんから見て動画の右下にチャンネル登録ボタンを設置しておりますので、そちらからチャンネル登録お願いできればと思います。また、Twitter のアカウント名と直リンクをコメント欄に書いておきますので、もしフォローいただければ嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょう。